発生は、オランダ・ドレンテ州の州都である、基礎自治体。フロー人間の南西 24km、アムステルダムの北東1 3 0キロメートルに位置する。戦意、印刷業などの蛍光業と観光業などのサービス業が盛んで、各種医療機関が集中するドレンテ州の医療の中心でもある。郊外に新石器時代の遺跡が残されており、町の博物館に、 戦死時代の発掘物が展示されている。1258年に、クーフォルデンから死闘派のサンクタ、マリアゲキャンプ修道院が移転するにあたって、表記に形成された砂層で排水に優れていた。この地が選ばれたのが、ここに現在につながる町が形成された始まりである。当時改作された運河のほとんどは埋め立てられたが、現在でも自伝布とシングル、ノーダーシングル、 ウスターシングル EN ズイナーシングルなどの道路名として残っているところがある。1602年に修道院は閉鎖され、建物は現在では公立大学の施設の一部などとして残っている。17世紀に入って300メートル四方程度の町が形成された。町がこの範囲を超える発展を見せたのは18世紀に入ってからである。当時、この地域では 比較的裕福な街として知られており、白い邸宅などが現在まで残っている。また、ルイボナパルトが圧線を秘書地としたことでも知られる。1809年にはオランダでは最も遅い時期に都市圏を獲得したが、当時の社会情勢では形式的なものに過ぎなかった。18世紀に作られたイタリアの建築家カルロ・ジョバンニ・フランセスコ・ジュデッチによる都市計画は、 ほとんど実行されなかった。1814年にドレンテ州の州都になった。ゆとヒ人とフロー人間を結ぶ高速道路 A28 が自治体を通過している。オランダ鉄道のアッセン駅よりアムステルダム方面へはインターシティが1時間に2本、ズボレーきインターシティが1時間に1本、フロー人間行きが1時間に3本、それぞれ運行されている。 アムステルダム南駅までの所要時間は2時間10分ほどである。ノールとビレム運河によりフロー人間を経由して、北海とドレンテイ運河によりメッペルを経由して愛せること結ばれている。ありがとうございます。